と思う。いいよいいよ、本当に。え、奥のちっちゃいバイクかわいい。あれがゴリラ。あ、乗れそう。おはようございます、まぶしい。どうも、田中なつきです。すごいキラキラしてる。はい、今日の動画は私の愛車ムブちゃんのタイヤ交換をしていきます。なんか私の今車って夏タイヤじゃないの、冬タイヤを履かせてるのね。だけどちょっと古いなっていうのもあったので、冬タイヤから新しい冬タイヤにチェンジしていきたいと思います。で、自分で今回はタイヤ交換をせずに、久しぶりによっさんに登場してもらって、タイヤ交換とあとホイールの組み替えをやってもらおうかなと思います。で、私なんか今考えてたんだけど、ホイールの組み替えってどうやるんだろうっていうのがちょっと疑問、見たことがなかったので、ちょっとそれも見学したいなと思って、ちょっとそれが見れるの楽しみ。おはようございます。おはようございます。はい、久しぶりのよっさん。あったやつかな、ダンロップ、ウィンターマックスだっけ。ウィンターマックスね、多分 OK。戻っとったね。取った取った。すげえボコボコしてる、ほら。こっちもツルツルだから。交換するためのタイヤと組み替え。ああ、初めて見るホイール組み替え。本当？本当に初めてです。まずはタイヤの空気を抜きます。へえ。このまんまやったら爆発するよね。へえ。空気入ってるからさ。正式名称はなんていうか知らないけど。うちら虫って言います。この中に入ってるやつ。あ、これ虫って。へー、こんなちっちゃいの入あんの。そうで、真ん中がピコピコ動いて、空気は行くけど戻ってこないっていう。え、すごい。が虫。え、奥のちっちゃいバイクかわいい。あれがゴリラ。あ、ゴリラ。聞いたことある。あるあるある。だ、あれを買うんだっつったの。モンキーゴリラ。あれだと免許取らなくても即戦力で行けるよ。え、超かわいい。まだ待ってる、できるよ。いいんですか。いい。ゴリラ。え、超かわいい。まだ若干歴史はしてる。失礼します。すげえな、ゴリラの寸法ぴったりって。やばい、超いいくない。え、いい。モンキーがこれのタンクもちょいちっちゃいやつ。ホイールどこらにハマってるかもよく落とします。落とす。あ、すごい、初めて見る。あ、剥がすんだ。そう、おお。で、裏表。この落とした部分に爪が入って、ホイールをロックする。へぇー。あ、で、はむ。落とすレバーをセットして、で、タイヤレバー。うんうん。落としたタイヤを差し込んで、おっこいしょっと乗せると。で、あとは回す。おぉ、ここ一番好きかも。やってみると分かるんだけど、すげえコツがいるんだよ。あ、でね、もうね、口で説明できない。うん、やっぱ感覚ですよね。うん、もう慣れちゃってて。やっぱケーキ作ってるみたい。やるとタイヤが。わー、外れる。時間結構かかる。そう。で、はい、新しいタイヤ持ってきて。はい。ホイール、ホイールって結構重いの。ペイントが打ってある方が表。お、外側ってことですか。外側、うん、大体だからペイント打ってある側にこの製造年数、製造ロットがついてるのがあるから。で、裏目にさっき剥がそうとしたバーコード。なんだ、タイヤワックスって。あ、ワックスか。これやる用のワックスがあるの。へえ。これを抜いて、多分使わないと思うけど、ビードがここにちょうど来るように合わせる。こっちだと幅広すぎるし、広すぎるから、ここに合わせるようにタイヤをはめ込むと。
それもちょっとコツですかね。そうです。今はスカイプ、はい、あ、すごい、なんかあっという間に2個、それすげえも同じような感じ。あ、すげえすげえ。あ、意外にスルッとだわ。逆になんか外す方が大変だった。で、裏もはまってますよ、表もはまってますよ、で、これから空気を入れて、今度はこのタイヤをホイールにはめ込む。あ、これギュッて握って。いいんですか、私。いいよ。もっと。怖い怖い、ここ入ってないから、怖い怖い、おー、俺もハマった、怖い、びっくり、これで組み合わせ、おめきり、いいよ、え、まだまだまだずーっと、はい、今はホイール組み替えもしてくれたのでタイヤをはめております。いや、うちこれ自分でタイヤ交換去年かした時すごい大変だ、大変って今4本目のタイヤを入れました。はい、あ、いいんですか、はい、え、どんくらいなんですかこれ。ビリビリしてみる、ビリビリ、ビリビリ、もういいっすかね、もっともっともっと、え、内側変わっちゃう、いいよ、はい、いいって内側、うちのテーマある、回らないようにしないと、いいって加減が分かってないんだけど、変わんない、はい、もっと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 、いいってなんかよそにすげえなんか操られてる気がする。はい、オッケー、はい、OK、終了。今空気圧チェックするんですか。ちなみにこの辺がもう確かバリバリ取れてる、切れてる。あ、ほんとだ、これガーンって下吸った時にもうこういうクリップとかもつかないぐらい取れる。マジで、これエンジンオイルのオイルパン、オイル入れる、下から見たらなんか違うな、こんな雑なもんなんですか。あ、下はそう、マフラー、これが結構腐る、え、なんかもう腐ってません、ちょっと腐りかけてる、やば、マフラー高くなかったですか、めっちゃ高い、うん、本当にシンプルでしょ、何にもないでしょ、そう考えると、うん、むき出し、うん、あれ、さっきのと違うんですか、これ。これはトルクレンチ、ホイールナットをインパクトで締めたじゃない、はい、バリバリバリって、うん、バリバリだけだとどうしてもね信用できないんです。また乗せたから、ね、OK です、ありがとうございます。なんかあのね、私のヌーブちゃんがねエンジンかけて、はい、ちょっとエアコンつけるとすぐキーシーってなるのね、それをちょっと今見てもらおうかなと、うん、あ、はい、了解です、シュペです、ベルトチェック、もうちょいきつめに貼ってみようかな。張って悪いこととか起きるんですか。あんまり張るとさ、結局ほらその駆動してるやつにグッて力入れない、そのバランス怖いですよね、怖い、直せないですもんね、張っちゃったら、そうなんですよ、あ、一回きり、もうそこはもうプロに任せるしかない。あ、投げだ投げだ、だって分かんないですもん。スターターも買いたいね、みんな持ってるスターター、あれ東北の人しか使わないのかね。あ、マジですか、わかんない、夏場やっぱ欲しいっていう人もいるのかもしれない、夏はやっぱね子供いる人とかスターターあればすごい便利だと思う、うん、なんか赤ちゃんとか抱っこしててさ、ね、冷房つけてあげたいなっていう時にスターターあればすぐピッてやって、ね、重症とか防げるよね、それで。え、ブチって切れることあるんですか。まあめったないね。あー、だったらまだ大、ね、大丈夫。え、壊れた時ってどうなります？よっさんが買ってくれる。壊れた時は一般公募で部品買い付けます。クラウドファンディングしましょう。クラファンで。クラファンで。はい、ということで今日はよっさんにムーブの
タイヤ交換とホイール組み替えをやってもらいました。次はもう車検よろしくお願いします。あ、最後にさ、一つだけいい。何ですか。開いてるよ。あ、マジだ。いや、このズボンはね、よく開くの、本当に。ファスナー同士がソーシャルディスタンス、ね、そうそう、ディスタンスしてたよ。ちょっと、ね、めっちゃ寄るな。いいよ、いいよ、いいよ、本当に。このズボンは本当ね、開きやすいからたまに開いてる、ごめんみんな。わざと開けてないから。うん。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。はい、車好きな人ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。小顔効果、うん、ムーブ好きな人もよろしくお願いします。お願いします。じゃあバイバイ。バイバイ。